トラック少年男子 100m 競走の決勝です。決勝を走る選手の皆さんをレーン順にご紹介します。第1レーン久保田君、木更津市。第2レーン広瀬君、船橋市。第3レーン瀬尾君、野田市。第4レーン村瀬君、浦安市。第5レーン平野君、小原市。第6レーン増本君、千葉市。第7レーン鈴木君、松戸市。第8レーン今野君、成田市。以上の選手によりまして、少年男子 100m 競走決勝です。スタートしました少年男子 100m 競走決勝。予選から10秒6台の好タイム連発でしたが、抜け出したのは瀬尾君。やはり強い号令。速報掲示板は号令で止まりました。風はちょっと強くて追い風 2.2m。 さあ静止結果を待ちましょう。レーンは3レーン、瀬尾くんのレーンが出ています。10秒43でした。正式結果、風は惜しくも 2.2m でしたが、ものすごいパフォーマンスでした。後ろの2人も続いていたので、また好タイムなんじゃないでしょうか。村瀬くん、平野くんが争うようにしてその後入っていました。ハイレベルの 100m を制したのは小田市の瀬尾くん、10秒43でした。おめでとうございます。ページを開きください。少年男子 100m 競走決勝の結果をお知らせします。1着3レーン瀬尾くん野田氏、時間10秒43。2着4レーン村瀬くん浦安氏、時間10秒62。3着5レーン平野くん茂原氏、時間10秒64。4着6レーン増本くん千葉氏、時間10秒86。5着1レーン久保田くん木更津市、時間10秒95。6着8レーン今野くん成田市、時間11秒00。7着2レーン広瀬くん船橋市、時間11秒01。8着7レーン鈴木くん松戸市、時間11秒05。追い風 2.2m でした。